水面に浮かぶ神秘的な睡蓮、その名の通りに眠る花。透明感あふれる淡い花の睡蓮は、水の上に浮かぶように咲く花で印象的な水生植物です。神秘的で洗練された雰囲気のある花ですよね。睡蓮は眠る、ハスと書き、ハスにもよく似ていますが、実は全く別の植物で、その名の通りに日差しが弱くなる夕方になるとだんだんと花を閉じて眠るのです。睡蓮の仲間は世界に約40種類あり、世界各地の熱帯、亜熱帯、温帯に分布しています。睡蓮には温帯睡蓮と熱帯睡蓮の2種に分かれ、日本に自生する羊草を含む温帯睡蓮は育てやすいのが特徴で、特に小型の品種は扱いやすく人気があります。一方、熱帯睡蓮は冬の管理が少し難しい種類です。傭兵は長く水の底へと続いていて、水底の泥の中に根茎や塊根があります。丸く大きな葉がいくつも浮かび、その中に凛と咲く一輪の花の姿はとても涼しげで、そして神秘的です。花色は白、黄色、赤やピンク系、青や紫系と大変豊富です。睡蓮の学名ヌムハエアは、ギリシャ神話の水の妖精の名前ニンファに由来するとされています。ナイル川に咲く睡蓮は古代エジプト王朝の人々にとって神聖なものでした。睡蓮の花が朝に開花し夕方には閉じるという習性や、花の形が放射状になることから太陽を象徴する花として大切にされました。特に青い花の睡蓮は聖なる花として崇められていたようです。国王の戴冠式には南の睡蓮と北のパピルスを結び、合わせて広大な領土を表したとも言います。古代エジプト遺跡の壁画や彫刻にも数多く描かれ、神への供え物や髪飾りなどとして使用されていたことがうかがえます。また紀元前13世紀のラムセス2世の墓からは、青と白の睡蓮の花片が発見されています。睡蓮といえば、印象派の巨匠クロード・モネの描いた絵画でも有名な花です。クロード・モネはフランスのジベルニー村にある自宅の庭の池に咲く睡蓮をモチーフとした作品を200枚以上も描きました。モネは1840年にパリで生まれましたが、光をうまく表現した風景画を描く画家として有名です。ゴッホやゴーギャンなど数々の画家に影響を与えた印象派の巨匠としても知られています。日本好きでもあり、多数の浮世絵作品を所有していたそうです。彼は幼い頃から肖像画などを描き、売るほどの腕前がありました。18歳の頃に風景画家ブーダンと知り合い、油絵を教わり、1859年にパリに出て絵の勉強を始めます。1865年にサロン・ド・パリに初入選し、ピサロやバジール、ルノワールといった画家仲間と出会い、私生活ではカミーユとの交際を始めます。そして長男も生まれましたが、父親からは援助が断たれ、経済的に苦しい時代が始まりますが、この時代のクロード・モネの作品を見る限り、最も心穏やかで明るい印象がする力作ばかりでした。また妻カミーユをモデルとした作品も多く、いかに愛妻家だったかがわかります。そして1874年、仲間たちとサロンとは独立した展覧会を開催して、印象、日の出などを出展し、これは後に第1回印象派展と呼ばれる歴史的な出来事となりました。ですが、当時の社会からの評価は惨憺たるものでもありました。1878年、同じくセーヌ川沿いのベトゥイユに住み、パトロンだったエルネスト・オシュデが事業に失敗し失踪してしまいます。そのため、その妻アリス・オシュデの子供たち6人との同居生活が始まりました。妻カミーユは次男のミシェルを産み、1879年に亡くなってしまいます。知らないうちに
アリスの子供6人と、カミーユとの間の子供2人の計8人の子供を抱えたビッグダディとなってしまいます。さすがに住んでいた家が手狭ということもあり、1881年にポワシーに移り住みます。1886年にニューヨークでデュラン・デュエルが印象派の展覧会を開いた頃から経済的に安定するようになってゆきます。そしてパラソルを刺す女を最後に人物画を描かなくなってしまいます。この題材は1875年の作品で妻カミーユと2人の長男を描いた散歩、日傘を刺す女性と非常に似ているのですが、なぜか顔を描けていませんでした。1890年にジベルニーの辞書を購入し、家の周りに花の庭として多くの花を植栽して行きます。1893年に隣の敷地を購入すると、ここにルガワの水を引いて睡蓮の咲く池を作り、水の庭と呼ばれる日本風の太鼓橋のある庭を作り始めます。水の庭は1895年からモネの作品に現れますが、1898年から大量に描かれるようになります。この睡蓮をモチーフにした作品は、彼のライフワークと言っても良いほどのものとなっていきます。晩年には、自身の部屋すべてに睡蓮を描いた部屋を作ろうとしていました。また、彼が白内障を患い、ほとんど目が見えなくなっていても、睡蓮の花を描き続けました。そして、1926年の夏の終わり、睡蓮の花が咲き終わった頃、肺硬化症で病床につき、12月5日正午に86歳で永眠しました。彼の遺作、睡蓮の部屋は、トゥイルリー公園内のオランジュリー美術館に収められました。日本が大好きだったクロード・モネにとって、睡蓮は、レンゲの花で、清らかな心、神聖という仏教思想の表れだったのかもしれません。250枚以上の睡蓮を描き続けたのは、最愛の妻、カミーユに対するレクイエムだったのかもしれません。また、日本にも大変古くから睡蓮は取り上げられていました。それは、ヤマトタケルノミコトの物語に登場します。ヤマトタケルノミコトは、12代天皇、景行天皇の御子で、熊外討伐、東国征伐を行ったとされる日本古代史上の伝説的な英雄です。日本の国を天皇中心の国家として統一したお方なのですが、伊吹山というところに荒神が現れて、民が困っていることを聞いた大和武尊皇は、伊吹山にその荒神を退治するために出かけます。その時、普段、御事がお使いになられている草薙の剣を宮津姫に預けたまま素手で退治しようと出かけたのですが、伊吹山へ赴く途中、神の化身の大井の獅子が現れます。その大井の獅子が倒すべき相手とも知らない大和武尊皇は、主神を殺すから神の使いを相手にする必要はないと大井の獅子をまたいで進んでしまいます。伊吹山の神は雲を起こし、氷雨を降らせ、峰に霧をかけ、谷を曇らせます。そのため、大和武尊皇は、意識が朦朧としたまま下山することにしました。氷雨街のところで、ようやく正気に戻った大和武尊皇ですが、病気になってしまい、のぼので倒れ込み、そのまま、お亡くなりになってしまいます。時に30歳でした。大和タケルノミコト皇居の知らせを早馬で知った巫女の家族が大急ぎで集まってきます。家族の方々は、この地に御寮を作り、その御寮の周りの田んぼに這いつくばり、大声で泣き叫んでいました。そして、その時に歌われた歌が、名月の田の稲柄に、ハヒモトホロフ、ところずら。悲しみのあまり、稲柄にまみれて這いつくばう私たちは、まるで山芋の鶴のようです、との歌を詠みます。すると、大和武尊皇は、白鳥の姿に変わり、飛び去っていきます。
驚いた家族たちは木の切り株や小枝に足を切り裂かれるのも構わず、泣きながら浅地の原腰なずむ、空は行かず足よ行くな、腰までの笹やぶが私たちを遮ってなかなか進めない、でも空を飛べないから足で行かなくてはと読んだ。また白鳥を追って海に入った時には、海が行けば腰なずむ大河原の植草、海が葉いさよふ、腰までの海水の中を行く私たちはまるで川物水蓮のように足元がおぼつかないよと読んだ。白鳥が磯伝いに飛び立った時は、浜松千鳥浜よは行かず磯伝ふ、浜千鳥のようにあなたの魂は私たちが追いかけやすい浜辺を飛んで行かず磯伝いに飛んで行かれるのですねと読んだ。これら4つの歌は近江羽振の歌と呼ばれ、雅楽寮で現在でも天皇陛下が崩御なされた時、大喪の折には必ず歌われる歌なのです。また大和尊の命は伊吹山の神の毒気にあたり下山し倒れ込んでしまわれた時に歌われた歌が、大和は国のまほろば、たたなずく、青かき、山ごもれる、命の、また、けむ人は、たたみこも、へぐりの山の、くまかしが、歯を、うつにさせ、その子。はしけやし、わぎえのかたよ、くもいいたちきも。乙女子の、とこのべに、わがおきし、するきのたち、そのたちはや。大和の国は、この世界の中で一番のところだ。青々とした山々に囲まれて、ああ大和はなんて美しいんだろう。命の無事なものは幾重にも連なる、へぐり山の大きな樫の木の葉をかんざし、当時は魔除けとして使われていました。そしてさすがよい、ああ懐かしい我が家の方から雲が湧いてきているなあ。宮津姫のところに置いてきた草薙の剣は一体どうなっただろう、という非常に有名な大和の国を懐かしむ歌を歌われたということです。そして大和尊命の白鳥は大和の琴引の原に降り立った後、河内の古市の村に飛来したと言われています。降り立たられた場所に白鳥の御ささぎが作られました。そして大阪の羽曳野という地名もこの伝説から生まれました。